古代都市アレッポはシリアの北部にある都市アレッポに残る歴史的構造物が登録されたユネスコの世界遺産である。アレッポはシリアの首都ダマスカスの北約 300km にある都市でトルコ国境に近くに位置する。象徴的な建物であるアレッポ城は紀元前10世紀に最初に建築され12世紀から14世紀には モンゴル帝国の侵入や十字軍の攻撃にも耐えた。世界最大の史上の一つとも言われるスークもアレッポの象徴である。スークの北にある大モスクは建築様式が他のモスクの手本になったとも言われる。アレッポは現代でもシリア第二の大都市であり、考古学者が発掘を行う機会も限られている。アレッポ一帯は紀元前1800年頃から居住が始まった。 ユーフラテス川と地中海方面をつなぐ古くからの交通の要衝の地であり、古くから商業都市として栄えた。紀元前20世紀にはヤムハド王国の首都として栄え、その繁栄はヤムハドの支配者であったアモリ人の王朝が紀元前1600年頃倒れるまで続いた。紀元前800年頃までヒッタイトの支配下に置かれ、その後はシリア、 アケメネス朝に支配された後、紀元前333年、セレウコス朝によって古代イギリシア人の支配するところとなった。セレウコス一世はこの年をベロエアと解消した。セレウコス朝の支配は、紀元前64年に、共和制ローマの将軍グナイウス・ポンペイウスに征服されるまで続いた。395年のローマ帝国の分裂で、東ローマ帝国の領土となったが、 637年にアラブ人に征服された。944年にモーソルのハムダーン朝に征服されその後モーソルから独立するが、再興した東ローマ帝国がヨハネス一世チミスケスの遠征によって短期間974年から987年にかけて支配権を取り戻した。再びハムダーン朝の支配下となったが、1004年を受け断絶により、 エジプトのファーティマ町に併合された。1094年、セルジューク朝が町を征服し、そこから別れたシリアセルジューク朝がアレッポを支配した。12世紀、十字軍の侵攻が始まると、アレッポはイスラム側の前線基地となる。もともと神殿だったものをアレッポ城へと要塞化する。アレッポは1098年と1124年に十字軍に、 包囲されたが、陥落はしなかった。テゥルク系のショアタベク政権である、ある特徴、ザンギー朝の支配を経て1183年、町はエジプトに、アイユー部長を開いた、クルド人将軍、サラディンの手により解除され、アイユー部長の支配下に入った。モンゴル帝国のフレグが1260年外を征服し破壊したが、フレグの創設した。 イルハン朝の後継争いの中、1317年に地元の領主が独立し、エジプトのマムルーク朝の影響下に入った。その後ティムール朝の攻撃を受ける。1517年、トュルク系のオスマン帝国のセリム一世により、アレッポを含むシリア地方は征服され、マムルーク朝も滅亡し、以後オスマン帝国の長い統治が始まった。1517年時点で、 の人口は約5万人だった。16世紀大航海時代に入り、陸路による物資輸送が下火になるにつれて、アレッポの街も衰退していった。2011年にシリアで発生した内戦は、アレッポにも及び、2012年9月28日に政府軍と反体制派の戦闘により、数区にて火災が発生。700から1000件が被害を受け、 歴史的な店舗の大半は消失した。紀元前10世紀に当地に築造された神殿を原型とする古城。度重なる戦争の歴史の中で次第に城塞化していった。十字軍の侵略に際して改築された十二世紀の姿のままで今に残っている。世界最大規模とも言われる市場。王子の繁栄の面影を止めてきたが、2012年に内戦により、 大半が消失した。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。